全国激突戦のハイライトを迎えました。ジャイアント馬場対打者木村の対決でございます。山田さん、まずは春一番のビッグカードと言えましょうね。そうですね、とにかく3年越しジャイアント馬場を追いかけてきたラッシャー木村、ついにその挑戦権を得まして、そうですね、今日ここに実現するわけです。さあ両選手の入場でございます。2人の対決は実に今山田さんの話にもありましたように3年ぶり、ラッシャー木村選手の必要な要望がやっと実現いたしました。木村にとりましては50年12月のオープン選手権でブッチャーに乱入というアクシデントで区画を取っているだけに、今夜は雪辱戦でございます。さあどちらの選手が最初に入場してまいりますか。日本テレビのスポーツテーマが蔵前国技館に鳴り響いています。どうやら国際プロレスのユニフォーム姿が見えました。国際プロレスのラッシャー木村選手の勇姿でございます。IWA 選手権者13回防衛、国際プロレスの文字通りの看板男です、ラッシャー木村でございます。反対側のコーナーからは世界のジャイアント馬場登場でございます。試合に先立ちまして、この放送のスポンサー横浜ゴム、三菱自動車、日華ウイスキー、伊勢納期、木桜酒造、大塚グループより花束の贈呈でございます。お客様を、そしてリングサイドの若手の選手を押し分けるようにして今リングの下にやってまいりました。世界のジャイアント馬場、ただいま入場。すでにメインレフリーの日本プロレス代表の吉田さんの純蔵さん、サブレフリーの2人、城樋口、マンモス鈴木さんもリング上に上がっています。試合は時間無制限の一本勝負です。されました。いささか緊張した表情。いとも簡単に勝って当たり前と言っておりましたジャイアント馬場であります。さあ山田さん、いよいよ3年ぶりの対決始まろうとしておりますけれども、山田さんね、この対決の実現までにはいろいろありましたけれども、一つ舞台裏を取材してどういう感じを受けましたですか。そうですね、まあ、やはりね、やらねばならない戦いがとうとう実現したという感じですね、はい、ははそれからね、山田さん、はい、レフリー問題も非常に難航しましたね。そうですね、やはりお互いの団体をですね、代表する代表同士のぶつかり合いですから、お互い主義主張、はい、いろいろありました。その結果がですね、全く異例の3人レフリーというような形になりましたね。そうですね。さあ試合ルールは時間無制限の一本勝負、メインレフリーは日本プロレス代表の吉野里さんでございます。さあゴングが鳴りました。時間無制限一本勝負というのは、山田さん、どちらかと言いますとラッシャー木村が好きなルールじゃないですか。そうですね、まあ、私この戦いの前にですね、いろいろな角度から検討しました。まあ、ルール、それからレフリー問題、さらに両者のコンディション、スピード、テクニック、しかしそういうことを一切抜きにしてですね、私はね、馬場選手がね、直線的なファイターに強いということを買って、私は予想としては馬場選手の勝ちを予想します、ね、なるほど、ええ、さあラッシャー木村が先手を取りました。まず頭突き攻撃でございます。山田隆さんのズバリ予想は、馬場選手の勝ちです。というのはね、木村選手はね、非常にいいファイターですからね、左右への動きがあまり見られない直線的なファイターですね。なるほどね。その点ね、馬場選手というのはこの直線的な選手に非常に過去強い実例がありますから、はい、先手を取りましたのはラッシャー木村でございます。頭突きを顎の先端に打っておいて、今度はジャイアント馬場選手の命ともいえる足攻撃に移りました。ラッシャー木村でございます。ただ非常にこの戦いが決まってから馬場選手が終始ね、非常に余裕を持ってね、行動してましたね、はい、ただその点だけがちょっと心配なんですね。はは、余っている右足で顔面を蹴りつけました。余裕が裏目に出ないかどうか、なるほど。さあ今空手チョップを一発見舞いましたジャイアント馬場。さあストンピング攻撃だ。余裕しゃくしゃく、ジャイアント馬場笑顔が浮かんでますね。館内大歓声でございます。試合前にジャイアント馬場選手に聞いてみたんですが、正直言いましてね、山田さんね、俺とラッシャー木村と比較されるのが非常に嫌な気持ちなんだと、こういうふうに言ってるんですね。そうですね、しかしね、
一方 の、 あの木村選手も私控室に覗いてきたんですが、はい、本当に表情が硬いですね。もうですね、なんかコチコチっていう感じです。そうですね。しかも山田さん、打者木村選手はこの3軍激突戦では一番スケジュールの厳しい選手じゃないですか。そうなんですね、まあ、大阪大会ではジャンボ鶴田の挑戦がありますね。そうですね。22日の岐阜ではインタータッグに挑戦ですからね。そうですね、非常に過酷でしかもハードなスケジュールが待っております。ラッシャー木村でございます。山田さんね、単純に体格を比較してみたいと思うんですが、はい、ラッシャー木村は185センチ125キロ、ジャイアント馬は209センチ145キロですね。そうですね、リーチはもちろんジャイアント馬場、足の長さジャイアント馬場、それから身長もジャイアント馬場、体格的にはラッシャー木村どう思ってるんでしょうか。まああの格闘技というのはですね、はい、この体格差というのが非常に問題になってくるわけですね、まあそのためにまあウェイト制というものまで存在するわけですが、はい、まあその点ね、木村君はおそらくその自分の類まれな闘志でカバーしようというような気持ちがあるでしょうね。ははなるほどね。左の腕攻撃に出ましたジャイアント馬場でございます。3年ぶりで迎えますシングルマッチでは2回目の対決でございます。虎前国技館場内興奮のルツボと化しておりますが、エルボーバットから今度は頭突き攻撃のコンビネーションプレーを見せました。右足のキック攻撃であります。すかさずポールに行ったがどうでしょうか。わずかカウント1だけ。レフリーは吉野里純造さんでございます。今度は首を攻めますラッシャー木村。山田さんね、50年の12月のオープン選手権の時にこの2人は相まみえたんですが、まあ、ブッチャーの乱入というアクシデント等はありましたけれども、結局は川津崖から川津落とし、そして体固めで馬場が勝ちましたね。そうですね、あの時はね、まあ、ブッチャーが乱入してラッシャー木村がちょっと怪我をしましたね、はい、そういったことをその、まあ、理由にですね、国際プロレス側は非常にエキサイトしたわけですよ、はい、この試合はその無効にしてほしいというような申し出もありましたね、はい、まあ、そういったその過去の因縁があるだけに、まあ、3年がかりで追いかけてきて、なんとかもう1回決着をつけたいということだったんですよね、まあ、あの時のフォール勝ちというのは僕はもう正当性を認めなきゃいかんと思いますね。そうですね。さあステップオーバーのトーフォールドに行きましたジャイアント馬場、そして複合技ですね。そうですね、首の後ろに手を回しています。ご覧のように今三軍激突戦のスケジュールをご案内いたしました。首の後ろ側に両方の手を回してますね。完全な複合技です。はい、これはいい攻撃だ。自分の利点をよく使ってますね。そうですね、体の大きなジャイアント馬場、利点をよく使っています。さあしかし館内はちょっと興奮してまいりまして、興奮したお客様同士がやり合うというようなシーンも見受けられます。さあリングの中ご注目いただきましょう。ジャイアント馬場は非常に余裕があります。右足のサポーターに手をやりました。じっと相手の足元を見つめます。ラッシャー木村、木村選手があの先ほど何回か続きを使いましたね、はい、しかし私はあの続きはさほど、ね、怖くないと思います、あの馬場選手は大木選手の続きでもね、ウッチャの続きでも相当耐える力を持ってますからね。なるほどね。むしろね、用心すべきはね、あの木村が時々見せるあの連発する張り手ですね、はい、これを顎に食うと非常に怖いと思いますね。あしかし山田さんね、いわばあの貫禄というんでしょうか、例えばジャイアントの馬選手が、かつて NWA 世界ヘビー級チャンピオンのですねルーテーズに挑戦した時には何かこうおじけづいちゃって全く前に進むことができなかったと、そういうような話をしてましたけれども、はい、今日はラッシャー木村はあのジャイアント馬場に空手を打つことができますかね。なんかねちょっとまだ硬くなってますね。硬くなってますね。さあジャイアンチョップス、おー行った張り手だ、逆水平、ラッシャー木村頑張る、堂々と行きました ね、 そうですね。今度は頭突き攻撃正面から体をくの字にするジャイアントババロープを背負っていますが、ジャイアンチョップ炸裂、さあどうだ今度は反対にロープに押し付けた、思い切ってジャイアンチョップを打ちました。おっと場外に戦場を求めますか。場外に戦場を求めますね。ババは追い打ちをかけません。そうですね、しかしね今見ててね、ババの方がずっとチョップの回数が多いし早いですね。そうですね、山さん今日は吉野里純造レフリーが、外に出た場合には10カウントルールもちろん使用されるけども、10カウントが過ぎてもまだまだやれそうな場合はやらせるんだということを言ってましたね、つまりねそれはね場外の殴り合い程度では試合をストップしないと、はい、要するにお客様が納得のいくだけ
両方がやれるなら戦わせると、そういう意味ですね。そうですね。のサブレフリーの全日本プロレスの NWA のオフィシャルレフリー城樋口は国際プロレスのコーナーポストの下、それから国際プロレスのマンモス鈴木レフリーは、全日本プロレスのコーナーポストの下で、レフリングを務めています。サーリング場です。どうですか山田さん、今のところ一進一退。ああ、川津落とし、川津落とし。前回の時にも川津落としから耐え固め、この体勢で木村を破っている馬場、カウント盤で跳ね返しました。2度目の対決であります。木村にとりましては雪辱戦。さあチョップでいく、上半身真っ赤、張り手で返す、張り手を打ちます。胸のあたりが赤く染まってまいりました。正面からのヘッドパット、逆水平、大きくロープに飛ばした、スワッとカウンター、カウンターのチョップ、そのまま体固めの体勢ですが、カウント1、わずかにカウント1しか入りません。さあ今度はラッシャー木村が世界のジャイアントババをトップロープとセカンドロープの間から外に放り投げましたが、ああ馬場選手は余裕というんでしょうか、タイミングを取ってますね。そうですね、やっぱりね、ここでね、変にエキサイトしてしまうと、はい、試合 の上で非常に損だということを計算してますね。そうですね、両選手ともね、上半身は真っ赤ですね。よくやりますね。しかしチョップの打ち合いではやはり馬場選手の方がちょっとリードしてますね、はい、山田さんね、ちょっと話は変わりますが、この三軍対抗戦の中でインターナショナルのタグ選手権は実現しませんね。そうですね、まあ、ジャイアント馬場もそれからジャンボ鶴田も非常に、まあ、実現できないという、指を加えて見てなければならないということは非常に残念だということを言っております。さあパイルドライバーがあるぞ、危ないぞ、パイルドライバーがあるぞ、あっとナッシャー木村パイルドライバーを完成させました。さあロープサイドだが片指に固めます、ナッシャー木村であります。一方のアジアのタグ選手権は取り戻すチャンスが十分にありますね。そうですね、さあ片手を持ちました。うわー16本とうとう出た、初めて見せました16本。そしてスピニングトーホールド、スピニングトーホールド、今ちょっとババであります。4の字狙いじゃないですか。あ、4の字ですか、あ、ちょっとババ選手の体勢が立ってましたか。そうですね、時間無制限の一本勝負、放送時間の方はあと3分で蔵前国技館からお別れです。果たして決着がつきますでしょうか。おお、つきますね。ラシャー木村がゴンを行きますが、あ、イヤーズチョップに行った、耳そぎチョップ、今度は喉元にジャイアンチョップを打ちます。世界のババ、今度はラッシャー木村だ、さあどうだ、おっとダブルクロスチョップ行きましたね、喉元です。あ、初めてカウント2が入りました。ラッシャー木村ダブルクロスチョップでございます。もう一回行くか、おっと長い足を大きく利用しています。あ、足4の字だ、足4の字、右足からゆっくりとタイミングを取っての足4の字畳に入りました。フィギュア4レッグロック、これは珍しいジャイアント馬場でございます。ジャイアント馬場がフィギュア4レッグロックを見せますが、さあラッシャー木村ギブアップか、さあ2人の対決2度目決着がつくかどうか、あと七点抜刀苦しがっています。ラッシャー木村やっと今上半身が起こしましたけれども、まだ苦しい、まだ非常に苦しい。さあ足4の字固め入るかどうか、決まるかどうか。山田さん、決め具合はどうですか。そうですね、完璧に入ってますね。馬場選手の足が長いですからね。あーっと切り返すか。さあロープ伝いに倒れ込んでエプロンだ、エプロンまでようやくの思いで持っていきました。しかし足4の字固めはまだ入っています。上半身はだらーっとリングの外、あーっとこれは血が昇ります。さあまだ諦めない、吉野里順蔵レフリーがどういうレフリングをするか、このあたり非常に注目されます。あと上半身はもうリング外ですね。そうですね、この字が決まっていますね。これは木村にとってきついですよ。これは苦しい、非常に苦しいラッシャー木村です。さあ放送時間の方はあと1分で名前国技館からお別れでございますが、果たして勝負はつくかどうか。時間は刻々と経過しておりますが、相当我慢してますね、ラッシャー木村は。ラッシャー木村が我慢しています。ラッシャー木村が我慢しておりますが、さあ今10分が経過いたしました。さあ吉野里純蔵さんはどういうレフリーを示しますか。放送時間あと30秒で蔵前からお別れでありますが、おっと吉野里純蔵さんがゴンを今要請したようなジェスチャーを見せましたが、果たして勝負はついたんでしょうか。まだ正式なコールはありませんけれども、サブレフリーの城樋口、それからマンモス鈴木選手や鈴木レフリーも立ち寄っておりますが、正式な判定は果たして放送時間の中で皆さんにお伝えできるでありましょうか。ゴングを要請したところであります。放送時間は
あと10秒ぐらいで蔵前からお別れでございますが、さあどうだ、ゴングを今要請しておりますが、この辺で蔵前からお別れを予定します。皆様さようなら。打ち破りました。しかし山田さん、よくラッシャー木村耐えましたがね。そうですね、しかしちょっとあの形が悪すぎましたね。そうですね、あれではねギブアップもやむを得ないと思います。上半身はほとんどリング外でしたからね。そうですね、が上がってしまいますからね。結局は11分15秒足4の2固め、カウントアウトによりまして世界のジャイアントがラッシャー木村を打ち破った一瞬でございます。敗れましたラッシャー木村の表情でございます。敗れましたラッシャー木村の表情、残念無念といったところであります。3年ぶりで対決いたしましたラッシャー木村対ジャイアント馬場の一戦、結局は足4の字固めを成功させましたジャイアント馬場選手がラッシャー木村選手を打ち破りました。ちょっとラッシャー木村選手が今マイクロフォンを握りました。山田さん、マイクロフォンを持ちまして何かアピールしてますね。そうですね、山田さん、俺は負けてないんだということを主張しておりますけれども。そうですね、しかしね、ちょっとどういう意味なのか分かりませんね。そうですね、しかしレフリーがはっきり最強を下してますからね。はい、そうですね、今日は特別レフリー、日本プロレス代表の吉野俊さんがメインレフリーを務めました。そして3人レフリーです。サブレフリーは城樋口、国際プロレスのマンモス鈴木、もちろん3人で協議し合っての結論ですよね。そうでしょうね、当然。今正式なまたコールがありましたけれども、足4の字固めのギブアップというのではなくてリングアウトという判定なんですね。ちょっとそうなってくると、私には分かりませんね。結局3人のレフリーは11分15秒、ラッシャー木村のリングアウトでジャイアント馬場の勝ちという裁定を下しました。ははー、こうなりますとちょっと微妙な問題が出てくるかもしれません、ね、桑野見てるか、桑野。さあ両雄に支えられまして控室の方に戻ろうとしておりますラッシャー木村ですけれども、何か山田さん、まだまだ因縁を残しそうな感じがありますね。そうですね、まあこういう形でね、まあ、因縁が残りそうですね、はい、しかしここまでの段階ではジャイアント馬場がラッシャー木村をリングアウトでありますが、ラッシャー木村選手を打ち破った一戦でございました。